アイディー・ファーレルはアメリカのソプラノ歌手。コネチカット州ウィルマンティックの生まれ。ボードビル歌手の両親から音楽の手ほどきを受け、1939年からマール・オルコックの下で声楽を学び、ラトガーズ長老派協会の音楽監督だったチャーリー・ベイカーの教えも受けた。またベイカーの勧めでエレノア・マクラーレンにも師事した。1940年にコロンビア放送にコーラス要員として参加したが、数ヶ月後には30分のラジオ番組を任されて、オペラのアリアからポピュラーソングまで幅広く歌うようになり、マーガレット・ハーショーやフランク・シナトラらとも共演を重ねた。1947年からコンサート歌手としてアメリカ全土のツアーを行って歌手としての名声を確立し、1949年には南米ツアーも行った。1950年にはアルトゥーロ・トスカニーニによる NBC でのベートーベンの第9のスタジオ録音のソプラノ歌手に起用された。1956年にフロリダ州タンパのサンカルロ劇場でマスカーニのカバレリア・ルスティカーナでサントゥッツァ役を歌ってオペラデビューを果たし、その後シカゴリリックオペラやサンフランシスコオペラを経て1960年にクルックのアルチェステのタイトルロールでメトロポリタン歌劇場に出演した。1960年代はレナード・バーンスタインの指揮するニューヨークフィルハーモニックと多数共演したほか、トーマス・シッパーズやユージン・オーマンディにも起用された。1971年から1980年までインディアナ大学、1981年から1986年までメイン大学で教鞭を取る一方で、1987年にはポピュラーソングアルバムをレコーディングして健在ぶりを見せた。ニュージャージー州パークリッジにて没した。telegraph.co.uk@HMV。ありがとうございます。